どうも皆さんこんにちは。あ、手が千葉県の形みたいになってる。本当だ。どうも、もみもみピーナッツです。よろしくお願いします。あ、横を向いた時千葉県のマスコットキャラクター千葉くんみたい。決まりました。ありがとうございます。さあ今日はですね、はいはい、実はあの高秀牧場さんの方でお手伝いさせていただけるということで、あら本当に、はい、楽しみだな。ちょっともう貴重な体験ができるのね。やったことない体験が、はいはいはい、今からちょっとさせていただけるというね。じゃあちょっと呼び込みたいと思います、はい、高橋さんよろしくお願いします。高橋大地です。あ、お願いします。よろしくお願いします。まず何を、そしたらじゃあ早速牛舎の中入って。おー、はいはいはい、はいはいはい、実は僕両親が酪農やってて。そうなんですよね。そうなんだから、ちょっと学生の時とか、はい、なんかいろいろこう やったりなんかミルクやりとかやったんで、はい、もう多分そのまま僕働けると思います。はい、よろしくお願いします。はいはい、おー、なるほど、よいしょ。はい、こんな感じですかね。はい、はい、ではどんなお手伝いを今日はさせていただけるんでしょうか。はい、本当に重要な仕事なんですけど、はい、今日は牛のうんち取りをしてもらいたいと。うんち取り、頻繁にやらなきゃいけない仕事なので。え、1日1回とかじゃないんですか。見つけたらすぐ取ってもらう。あ、そういうペースなんですね。これうんちしたら牛は寝ることが多いので、うんちの上に寝てしまうと病気になってしまったりとか、そういう。なるほど、まあ、じゃあこれもう今からこうどれで取って、どれでっていう感じ。はい、うんちはこれで取ってもらいます。このフォークでうんちを拾って一輪車に移すっていう。はいはい、あ、わかりました。はいはい、あ、なるほどなるほど、はい、あ、やらけ、あ、はい、あ、あ、このちょっとバッシーやっぱね、両親がね、やっぱ酪農をやってらっしゃるからね、やっぱ慣れてるでしょ多分。抵抗感も全然ない。全然ない、全然ない、もう高校の時からね、そうなってる、手伝ってる、うん、あ、お尻にバンバン当たってるけど大丈夫、うん、お尻もちょっと刺激してる。いやいや違う、これ、ね、超 NG とかないんですか。その超 NG は、はい、牛の体にフォークを刺す。あ、だから超 NG があるからね、ちょっとバッシー振りじゃないですよね。振りじゃない、振りじゃない。後ろ足がそこにあるんだから結構な勢いで来られちゃうよこれ多分。ここじゃほら本当に、あ、上手上手、はいはいはい、上手だな、はい、うん、こんな感じで大丈夫ですか。大丈夫、あ、上手、もう一個、いいね、上手、もう一個、うん、はいはい、上手だな。え、これを、はい、いいですか、はい、深く刺して、はい、こんな感じですか。一発でいきたい。どうですか。おお、どうですか、はい、おえぇ、きれい、じゃあ、あと鳴らせばいいですね。あと綺麗に鳴らして、はい、あ、あ、びっくりした、びっくりした。うんこ、いや本当やめてよそういうの。本当にやめてほしい。今見た目が完全に、あのマイクの風貌があって言ってくれないと。はい、じゃあちょっと一旦捨てに行きますね、ちょっとね。はい、行きます。はい、あ、ここですね。あ、おお、水の中に、え、水、あ、いいんですか、この辺に、はい、その辺に、え、こういう感じでバーっと、はい、そのまま、よいしょ、あんまり山に作りすぎるとあれなんで、もうちょっとじゃあずらして、はい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 、いやいやいや、ちょっと、はい、こんなとこに捨てていいんですか。これははい、バンクリーナーって言いまして、これ回るんですよ。回る。時計回りに回っていくんですよ。え、これベルトコンベアみたいになってるってことですか。はあ。はいはい。回ってった先が堆肥場になってるんですよ。回ってった先が堆肥場になってる。はい、あ、そんな。一日3回これ回します。朝と昼と夜に。うん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 。さあということで、はい、作業終わりました。どうもありがとうございます。で先ほど流したうんちが、うん、もうこう循環されるっていう話
話を聞いたんですけど、はい、それがこちらなんですか？そうですね、こっちの施設で堆肥を、うんちを攪拌して発酵させます。発酵させる。発酵させて完熟堆肥っていうのを作るんです。はいはい。そうするともうほとんど土みたいな感じで匂いしなくなるんです。はいはい。それを畑に撒きます。うんち、牛がうんちして、はい、そのうんちを畑に撒いて、でそこで、まあ、田んぼや畑に撒いて、そこで牧草なりを作って、それをまた牛にあげて。え、また牛にあげるんですか？その牧草をですね、その堆肥で育てた牧草を牛にあげて、はい、牛が食べて、はいはい、またうんちしてっていうサイクルが。ああ、なるほど、はい、それで循環させてる。そう、こうサイクルができてるんですね、こう循環型の。すごい。牛に教えてるんですか、それは。循環させてるよっていうのは。ありがとうっていうのは伝えてます。ああ、そうですか。感謝はね。はい、いや、循環していけばずっと続いていく。うん、そうですね、はい。それを目指して始めたっていうのが最初ですね。いや、だからこの辺の要はその農家さんとも協力しながら、環境的にもエコだし。そうですね。ね、はい、いや、もう。いいことしかないですもんね。いや、めちゃくちゃいいな、ね、すごいな、ね、いやいや、でもそれ知らなかったんで。本当ですか？はい、すごい勉強になりました。そうです、うん、まさかこの千葉県でね、酪農、うん、まあ、発祥の地ではあるじゃないですか、はい、千葉県ってね。でそこでまたなんかさらに新しい循環型の、食料とかをこう作ったりとか、ね、近所の農家さんたちもこう回しながら、うん、みんなでこうなんかやっていくっていうのがね、なんか一個いい見本になってるような感じがすっごくします。はい、はい、そうですね、まあ、こういうモデルが増えていけばまた、まあ、皆さんやってらっしゃるんですけど、うん、はいはいはい、そういう風にやっていければ、まあ、循環していってずっと続くものができるのではないかなっていうふうに考えています。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。チバイバーイ。チバイバーイ。